はい、エルカチャンネルのショーです。マルです。キントです。キントです。今回の動画なんですけど、今4人で集まることができない状態ですよね。最近はウーシーと俺はちょこちょこは会ってたんですけど、キリトも仕事的なのでスケジュールが合わないんで会ってないんですし、マルに至ってはですね、今不要不急の外出はってやつでしたっけ、はい、禁止になってますね。ちょっとですね、かわいそうな話になってますので、今4人が全員揃うことができないんですね。今回そこをちょっと煮詰めていこうと思うんですけど、丸が一番動きが取れない状態なので、丸のところに3人で乗り込む計画を立てようと思うんですけど、どうでしょう、キリトにしてもウーシーにしても。おいおい、あのな、いいよ、今月はいいよ。お、今月はいいよ。お、ウーシーはどうですか。12で12希望としてはですね、遠くなるけど連休の後なんかはどうかなと思ってますけど、どうですか。22日以降なんですけど、ちょっと待ってね、俺は休みがないよ、それ以降。嘘クソ、企画終了じゃん。何、決まってないとか。いやいや、もうがっつりがっつりだ、がっつり。あ、そうね。今月そこだけですか、空いてるのが。12だけですね、マーヒーなのは。12は俺休みですね。じゃあ、丸さんち突撃で。いつ12はね、家族旅行でいないんですよ。それでしょ、申し訳ない。なかなか予定が合わないという。22以降なら25、29。要望としては16、17がいいな。要望の17日は俺、休みです。やっぱ全然合わないっすね。無理だね。来月か。来月はちょっとでも、収まるかもしれないからね。うん。来月行ってくれれば、ちょっとは調整する。17日までに言ってもらえれば、いつでも合わせられる。うん。ウーシーは？これは来月にならんとわからん。わからん。そうか。うん。今月の後半にはわかるかもしれん。エルカチャンネル。丸のとこに突撃するわけなんで、まあ丸は待っとけば OK ってやつじゃない？俺は仕事だもんね。その次に俺が結構自由が利くんでいいんですけど。ウーシーだね。確実に休める日を決めたらいいと思う。12だよ、12。あさってじゃねえや。エルカチャンネル。家族旅行行っちゃダメでしょ、そういえば。もう宿取ってっからしょうがねえよ、もう。県外かい？天草の方だから、まあ行けんことはないけど。なあ、宿に突撃すればいいのか、俺たちは。無理だと思うよ。いろいろ。車中泊？車中泊？車中泊は得だよね。申し訳ねえ。とりあえず、今月は、なし。うん、来月に決めたいと思うので、月末ぐらいに、どうだろう、情報が分かればと思うんですけど。そうね。せっかくさ、最初旅行しようなんて今年は言ってたわけじゃない。あ、そうね。うん。ね、コロナのせいっていうのもあるからさ、延期延期になってたんだけど、今年無理でしょ。何しても無理だろうね。ねえ。また来年なんかね、旅行は、待ってましょう。エルカチャンネル。4人が揃うっていうことが、まず第一に置こうかと思いますんで、うん、来月どうにかスケジュールが合うようにしたいなと思います。エルカチャンネル。はい、ということで、今回の動画はここまでです。俺たちにかかって、来い！